たっくん、理想のデートプラン知りたいです。理想のデートプラン、理想、理想、理想のデートプラン、デートの仕方をもう忘れたよ俺は。理想のデートプラン、なんやろ、そう、デートの仕方をもうあんまり覚えてない。こうなんか、なんやろ、これね、大人になるとね、良くないよ。このね、デートとかせんごとなるよ。飯行ってホテルになる。飯行ってホテルみたいなルーティンが生まれてしまうよ。それはもうデートじゃないよ。前儀なんよ。ホテル行く前の飯屋なんて前儀だよ。突入しとんよ。だけどね、そうなんかね、なんて言っちゃろ。なんか、うわ、デートして。何が言っちゃろうね。でも普通になんか、なんかショッピングとかが一番いいわ。なんかこうなんか、俺がもし仮にね、デートするんやったら、こうなんか、服屋さんとかをさ、行ったりしてさ、これどう思うとか、逆にこれどう思うって言うて、いや、それよりさっきの服の方が良かったじゃないとか、あ、まあそれの方が俺は好きかなとか、言いたい。言いたいな。え、こうなんかさ、このリップの色どう思うとか、あるやん。とかさ、え、こっちとこっちのリップどっちがいいと思うみたいなと、みたいな。こっちとか、楽しそうよな。結構ね、女の買い物付き合うの好きやけんね。うん、面白い。それなんか、俺の買い物にも付き合わせたいし、向こうの買い物にも付き合いたい。そういうのがいいわ。楽しそうでいい。6時やね。じゃあ、ぼちぼち配信落とそうかな。お疲れ様でした。じゃあ、みんなお疲れね。バイバイ。